こんにちは、佐藤です。今日はですね、芥川龍之介の鬼ごっこという作品を紹介してみたいと思います。今回ご紹介するのは芥川龍之介の鬼ごっこという作品になります。こちらはですね、とても短い作品なんですけれども、女性の気持ちといいますか、女性の心情を見事に救い取った表現した、そして最後まで読んだ時に、あ、なるほど、そういうことだったのかというね、発見がある、芥川龍之介らしい、とてもね、素晴らしい作品だと思います。短い作品ですので、最初に本文全体を朗読してみたいと思います。そして後半からは、私はこの作品をどのように読んだのかといった解説を加えてみたいと思います。それでは早速、読んでみたいと思います。それでは始めていきます。彼はある町の裏に年下の彼女と鬼ごっこをしていた。まだ辺りは明るいものの、ちょうど街角の街灯にはガスの灯る自分だった。ここまで来い。彼は楽々と逃げながら鬼になってくる彼女を振り返った。彼女は彼を見つめたまま一生懸命に追いかけてきた。彼はその顔を眺めた時、妙に真剣な顔をしているなぁと思った。その顔はかなり長い間彼の心に残っていたが、年月の流れるのにつれ、いつかすっかり消えてしまった。それから20年ばかり経った後、彼は雪国の汽車の中に偶然彼女と巡り合った。窓の外が暗くなるにつれ、湿った靴や街灯の匂いが急に身に染みる自分だった。しばらくでしたね。彼は巻きタバコをくわえながら、それは彼が同志と一緒に刑務所を出た3日目だった。ふと彼女の顔へ目を注いだ。近頃夫を失った彼女は熱心に彼女の両親や兄弟のことを話していた。彼はその顔を眺めた時、妙に真剣な顔をしているなと思った。と同時に、いつの間にか12歳の少年の心になっていた。彼らは今は結婚してある郊外に家を持っているが、彼はその時以来妙に真剣な彼女の顔を一度も目の当たりに見たことはなかった。はい、こういった作品なんですね。非常に短い作品なんですけれども、主人公が12歳の時、まだ子供だった時に、10歳の頃の、彼女と一緒に鬼ごっこをして遊んでいたと。そうしましたところ、彼女が非常に真剣な顔をして彼のことを追いかけて来ると。で、あまりにも真剣な顔をしているので、妙に真剣な顔をして追いかけてくるので、主人公は、その顔がですね、非常に印象深く、心の中に残っていたんですけれども、次第にそれを忘れていったと。そしてそれから20年余り後ということですから、だいたい主人公が32歳ぐらいですか。そのくらいの時に、彼女と再会するわけですね。そうしましたところ、彼女はすでに結婚していたんですけれども、夫を亡くしていたと。そして、今の家族のこととか、兄弟のことを熱心に話してくるんだけれども、その時も何か妙に真剣な顔で、彼の方を見ていたと。で、その、彼女の妙に真剣な顔を見ていると、少年の頃の、彼女の姿、そして彼女の真剣な様子、そして、自分自身の、その時の描写、その時の自分自身の、体験が思い出されてきたと。そして、その後ですね、二人は結婚して、一緒に住むことになるんですけれども、それ以来彼女は真剣な顔をすることがなかったと。つまりですね、彼女はこの真剣な顔を通して、子供の頃からおそらく彼のことが、好きだったのか、何か一緒についていきたいというか、ずっと追いかけていたんでしょうね。
恋心と言っていいのかどうか分かりませんけれども、とにかく何かを訴えかけて一緒についていきたい、追いかけていきたいという気持ちがあったと。で、それがですね、再会した時にも、同じような真剣な、妙に真剣な顔で彼のことを見つめている姿を見て、その時の、様子が思い浮かんで、それ以来彼女が真剣な顔をしなかったということはもう、それを訴える必要が、なくなった、なぜならばもうすでに彼はいつも、追いかけなくても、すぐそばに彼がいてくれるからもうねそういったことで訴えかける必要がなくなったんだよっていうね、なんていうかこうその、彼女の表情の理由がわかると、なんと言いますか、彼女は無意識にねそういった表情をしていたのかもしれませんけれども、その、表情の理由がわかるとなんというかこう心に響いてくるというか、すごく短い作品なんですけれども、芥川龍之介らしい、魅力にあふれた作品だと思います。気になった方はですねぜひ、作品をもう一回、読み直してみてください。このチャンネルをですねこのような感じで文学作品を通して考えるヒントを提供していこうと思っています。よろしければ一緒になって盛り上げていただければ嬉しく思います。今日の内容はこれで終了です。ありがとうございました。